トヨタブレード。ブレードは、トヨタ自動車が日本において、生産、販売していた、ハッチバック型の乗用車である。ブレードは、おとなしくない大人に、ショートプレミアムというコンセプトのもと、高級車の上質さを兼ね備えたアクティブな大人のための、ハッチバック車として設定され、トヨタ店とトヨペット店の2系列で販売されていた。目標月間販売台数は3000台と発表。 オーリスとは、姉妹車の関係にあるが、こちらは、日本国内専用車として販売されていた。この両車では、コンセプトとターゲット層、主に全部のエクステリアデザインや、リアコンビネーションランプの異常が異なり、リアサスペンションも日本仕様オーリスの FF 車で、標準となトーションビーム式ではなく、ハンドリング、路面追従性の向上のために、バイザフハーアクする型ダブルウィッシュボーン式。 4WD 仕様のオーリストとほぼ共通が FF 車、4WD 車を問わず標準設定される。フロアパンや内装の一部はオーリスト共通となるが、排気量の拡大、出力と重量の増加に伴い、ボディの一部とブレーキが強化。装備も上級車種として見合うよう、ダッシュボードにスウェード調表皮がおごられるなど、見た目の品質感の向上が図られるほか、 横滑り防止装置が装着されるなど、より上級な装備が、標準装備とされた。カローラ系列のプラットフォームをベースとする車両の中では、最大の車格と排気量、マスターの 3.5L となる。エンジンは 2.4L は、直列4気筒の 2AZFE 型、3.5L は、V 型6気筒の 2GRFE 型が、搭載されていた。プラットフォームは、 オーリスと共通でロブ4やエスティマに用いられた新 MC ミディアムインパクトプラットフォームをベースに開発されトランスミッションは 2.4L は全グレード7速、マニュアルモード付き CVT3.5L はスーパーインテリジェント6速 AT 後期型はトヨタ発の6スピード SPDS が搭載されていたフロントサスペンションはマクァーソンストラット式リアサスペンションは ダブルウィッシュボーン式を FF4WD、マスターはなし全グレードに採用。主要なボディフレームとサイドパネル、内装の一部は、オーリスと共通となるが、エンジン排気量の拡大に伴いボディの一部と、ブレーキが補強される。機構的には、ヒルスタートアシストコントロール、ホイールスピンを防止する、TRC、トラクションコントロール、VSC、横滑り防止装置、 イブド付け ABS、ブレーキアシストが設定されていた。フロントマスクデザインは、オーリストの差別化が図られ、プレミアムセダンのようにやや押し出しの強いグリル、専用エンブレム付きと L 字型ヘッドランプなどに、日本的な高級感を強したデザインを採用し、12代目クラウンとかなり似通ったものになった、オーリスでは、 欧州販売を主眼とした世界戦略者として欧州トヨタの現地デザイン案が採用された。一方、リアデザインは専用のクリアコンビランプが与えられるほか、リアフェンダーからリアエンドにかけての豊かな局面により、設置感、安定感の高いデザインが与えられていた。ブレードはトヨタ製長級車種を意識した塗装品質規格が適用されていたほか、 ライバルをしのぐ、静粛性を確保。内装では、基本造形では中世欧州建築様式にヒントを得た、フライングドトレス。肥料など、オーリスとの共通の特徴を持つほか、ダッシュボード表皮に、スウェード調表皮を用いるなど一部部品の、表面素材は、オーリスと比べ良質のもの、スウェード調インディアを採用していた。インテリアカラーは、標準色のダークブルーのほか、 上級グレードには、アイボリーの専用色も設定され、人工比較、アルカンターラシート、運転席 8WA パワーアシスト付けを、標準装備。標準グレードは、ダークブルーファブリック。2.4L エンジン搭載モデルは、前期型では、標準グレードである、ブレード、上級グレードの、ブレード G、2008年の一部改良で追加された、最上級グレード、 ブレードグバージアン L の3つで販売展開され、それぞれ FF と 4WD が用意された。2009年のマイナーチェンジでは後期型となり、標準グレードのブレード、上級グレードのブレード G、それぞれ FF と 4WD が用意された。従来まで最上級グレードだったブレード G バージョン L は廃止。また標準グレードのブレードにメッシュグリル、 フロントスポイラー、サイドマッドガード、17インチアルミホイール、標準グレード、G は16インチアルミホイール、専用チューンドサスペンションを装備し、内装には、レッド照明メーター、標準グレード、G は、ブルー照明、3本、スポークステアリングを装備した、S パッケージが設定された。ただし、S パッケージはグレードではなく、セットオプションの位置づけとしている。 S, S パッケージを除くグレードで FF と 4WD が用意された。全グレードは基本機構は共通で装備品目が異なる。全車 CVT、スーパー CVTI を搭載。また、オーリスよりも上級志向のモデルになるため、標準グレードでも通常のコンパクトカーの上級グレードと同等の装備が標準装備になっていた。SRS エアバッグ、運転席。 助手席、SRS2 エアバッグ、運転席、サイドエアバッグ、前席のみ、サイドカーテンエアバッグ、前後席、リアセンターヘッドレストなどの安全装備をはじめ、本側製シフトグリップ、フォグランプ、コンライト、自動点灯ヘッドライト、サイドターンランプ付き電動格納式、カラードドアミラー、常時発光式、メーター、スマートエントリースタートシステムなど、標準搭載されるエアコンは、 セカンダリベンチレーション付けオートエアコンで上級グレードは左右独立温度設定が可能だった。ディスチャージヘッドランプは標準グレードはオプション上級グレードで標準装備。3.5L エンジン搭載モデルは前期型では標準グレードブレードマスター上級グレードブレードマスター G2008 年の一部改良で追加された最上級グレード ブレードマスターバージョン L で展開される。2009年のマイナーチェンジでは 2.4L エンジン搭載モデルであるブレード G バージョン L と共にブレードマスター G バージョン L が廃止。駆動方式は FF のみでトランスミッションはスーパーインテリジェント6速 AT 後期型では6スピード SPDS を搭載。サスペンションは専用チューニングされ16インチの ディスクブレーキと17インチアルミホイールとタイヤが採用された。ステアリングにパドルシフト、内外装にはフロントグリル、リアエンブレム、本側巻きシフトレバーノブ、シフトゲートパネルなどが専用品となる。ブレードマスター Z ではブレードマスターの装備に加え、レーダークルーズコントロールとミリ波、レーダー方式リクラッシュセーフティシステム、前期型のブレードマスターにはメーカーオプション設定。 後期型のブレードマスター G にレーダークルーズコントロールをメーカーオプション設定、助手席4ウェイパワーシートを追加。なお、2008年で追加された最上級グレードのバージョン L では、ブレード G ブレードマスター G の装備に加え、レッドローズ色の古本革シートを採用したほか、内装の一部にも本革を使用。外装でもスーパークロームメッキ仕上げのアルミホイールやスモーク。 加食フロントヘッドランプを標準装備。ボディカラーにもグレード専用色として、マルーンマイカを追加した。日本国内専売となるブレードは、日本国外仕様との共通化を意識したオーリスと、異なり、寒冷地仕様に装着可能となる、リアフォグランプは販売店装着オプションの、バンパー右下部埋め込みとなっているが、これは e 1 4 0系カローラシリーズや T260K プレミオ、 アリオンなど、リアフォグランプの装備が義務化されている地域への輸出を考慮していない、トヨタ車によく見られ対応である。2006年10月に先行発売されたオーリスト、共に、その成り立ちを見れば、カローラランクス、アレックスの後継者種として捉えられがちであるが、実際には、クラウンなどの大型サルーンからのダウンサイジング需要などにも対応できる、小さな高級車として、かつてのプログレ、 ブレビスや現行のレクサスシ t ティなどに代表されるレミアムコンパクトとして誕生した車種である。2006年のカローラシリーズのモデルチェンジでは日本国内及び北米、途上国向けカローラ後継車 E140 型と中国、欧州向けカローラ後継車 E150 型はそれぞれ別の形式番号を持ち国内では両社の形式が併売された。 これは、中国向けカローラセダンの後継者、ラヘシャゲと、欧州向けカローラハッチバックの後継者、オーリスが、現地の市場動向に応じて大型化されたことによる、ものである。オーリスとその姉妹車であるブレードは先にモデルチェンジを、果たした日本国内向けの10代目カローラシリーズとは、異なり、オーリスから採用された新 MC プラットフォームを、ベースとて開発され、 特にブレードについては前述したように、大排気量エンジンや、それに見合った装備と質感を備えた、日本車発となるプレミアムハッチバックとして開発された。そのこともあり、3.5LV6 エンジン搭載車としては、非常にコンパクトな車体でもあった。ブレードの開発コンセプトは、ショートプレミアム。姉妹車のオーリスは、欧州市場で、新セグメントハッチバック車。 なおビッツ、ヤリスは B セグメント、アイゴは A セグメントに分類され、それら同格者と競合する世界戦略者であったが、ブレードについては遊び心を忘れないオシャレな段階の、世代、2006年当時、60代前後のユーザー層の上位車種からの乗り換え、ダウンサイジング層をターゲットとした日本、国内専用モデルとして、また、子育てを終了した一部のポストミニバンユーザー層も、 ゲット都市、スタイリング、室内空間、走行性能、それぞれを融合させた新しい上級者として、新規提案された。生産は、オーリス同様、関東自動車工業、現、トヨタ自動車東日本の岩工場、岩手県伊沢郡金ヶ崎町が担当していた。ブレードマスターのパワーウェイトレシオは 5.25kgPS と、トヨタ FR スポーツのジャザ80系。 スープラ・ RZ グレードと同等である。その後、ブレードのショートプレミアムのポジションは、ハイブリッド化された、レクサス・ CT にとって変わられ2012年4月で、販売が終了された。なお、姉妹車のオーリスは2代目に移行したが、トヨペット店では2016年4月のオーリスハイブリッドを追加するまで併売はされて、いなかった。また、トヨタ店は、モデル廃止に伴い、 2017年6月にアクアのマイナーチェンジで登場したクロスオーバーが追加されるまで3ナンバーハッチバックのポジションが消滅した。ブレードは英語で刃を意味し人を魅了する鋭さを持った車を表す。スタイルや走りにおいて人を魅了する鋭さを持ち新しいマーケットを切り開きたいという開発者の思いが込められている。なお V6.3 5 L につくサブネームのマスターは英語のマスターピース、傑作から取られた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。